はい。皆さん、お疲れ様です。ちょっと今日はね、ゆっくりやっていきたいと思います。すべて読めるかどうかちょっとわかんないんですけども、あの、ちょっとずつやっていきたいと思いますよ。え、ちさんどうもです。えー、かぶくんこんばんは。えー、ジュニアグランプリ盛り上がってますね。 うん、私も見ました。ライブで高木選手は見てたけれども、えー、その後途中で固まってしまったんで、一時諦め、えー、アミちゃんのトップを確認してから遅くなったから、女子も男子も、えー、男子の後半も見ました。うん、これ多分ショートのことですよね。えー、ストークン、ジャンプが残念でしたね。スケーテージングが好きなんだけどな。一番仮想でより緊張をしてしまったのかしら。えー、どこかで笑顔が見たいですね。うん フリー,、えー、頑張って巻き返してほしい。中田里く君、身長が伸びて可愛い、えー、雰囲気からすっかり大人な感じになってびっくり。うん。えー、皆さんが挙げていた、えー、ニュージーランドの15歳の子も、ラストのカナダのイケメンちゃんもいいなって思い見ていましたよ。やっぱり感じるところは一緒ですよね。うん。今日はすんなり見たいな。明日は f r i e n ン s of に行くから、 うん、きっと盛り上がっているのを聞いてから、周回遅れで夜に見る,見るようだな。うん。あ、ってことは、ちょっと待って、このコメントはですね、9時間前か。はい、ということなので、明日 FOI ということなんですね。うん。ってことは、よりね、情報が入ってきますね。うん、はい。こちらも楽しみですけども、本当ね、結構皆さんね、同じことを思いますね。ニュージーランドの男の子ね、かなり話題になってましたよ、今回。 うん、今日速報結構入ってるかもしれない。うん。えー、千秋さん、カブ君くんもう一つ。今日から f o 会が始まり、カナダイが演じるシェイフリスケのシンプロえー、バーズ、まか、えー、負けば、バーズ、負けば、うん。えー、前半はジャズっぽさがあるスタイリースな感じで、後半はアフリカンで勝手に、 体が動き出すような楽しい感じ。アクリカをイメージして、えー、5パターンデザインを使ってマッチするように作られたド派手な衣装。衣装がバツに上がっていて、ほんとド派手、でも楽しそう。うん。えー、スローナンバーの大鳥はしーちゃんのーとそばかすの姫から、えー、歌いを。 え苦しいし、時、苦しい時、辛い時に周りが幸せに見えるけど、明日はやってくる。えー、強く進んでいくという葛藤がプログラムに込められている。振り付けはかなちゃん。ダイちゃんが歌い、かなちゃんが踊っている。特別な動画で振り付けが進んだとか。うん。ダイちゃんも共同でアイデアを出してくれ。えー、選曲は小田くんという組み合わせ。 なるほど、うん、で他に、スケーターみんなが尻尾をつけているプログラムもあるらしくて、舞ちゃんがかわいすぎる、アンドリューはワイルド、たけし先生は猫、みきちゃんは一人だけ違う、めっちゃ好きって、えー、上げている人がいた、あ、X ですね、X 上げている人がいた。うん で、大ちゃんは24年との上半期に普段の愛称とは違う、えー、作品の表情エンターテイメントを考えてるって。ああ、なるほど。もう楽しみですね、なんか。フレンズ終わって落ち着いたらリクダンスを習ったり、えー、これからのベースを作っていく様々な機会を増やすためにも東京に拠点を移すんですって。なるほど。 え、ちょっと待って、今日濃いな、これ。うん。ザ・アイス・ニッコンの時、一人で、外で、陸上ダンスと練習をしているのを見たけど、めっちゃうまかった。さらに勉強して、すごいものを、えー、見せてくれるんだ。うん。えー、ショマ君の競技とプロの二刀流で、えー、新しい境地を切り開くみたいだけど、うん。えー、ショマ君が目標にしている大ちゃんも、今までとは違った何かを考えてる。なんて、スケート界はすごすぎる。いや、すごすぎますね。てか、みんなすごいですね。 うんあの本当にすごいですねどんなんかプロの世界もどんどん華やかになってってあの二刀流プロと競技の二刀流玉でねあの言われ始めてねうんすごい世界になってきてますねいろいろとねうんえー、ワイルウさんよろしくお願いしますこんにちはえ小、ー、馬んのコーチをしていた美よ子先生は振り付けもしていて当時すごいなって思っていました。 うん。あの、ステファンは、えー、ショースケーターもですよね。さ、三刀流。確かに。あ、三刀流ですね。確かに。うん。なんか、シュマくんの周りには、兼業をしてる方が多いから、自分がやれることをやるのが自然なんですね。えー、シュマー君の、ハーフハーフ、楽しみにしています。うん。ハーフハーフ。確かに。ね。ももちゃんも、ハーフハーフっていうね、言葉がありましたよね。でも、確かに、ステファンは、三刀流ですね。確かに。うん。三刀流っていう、 時代まで来ちゃいましたかね。えー、宮様、こんにちは。どうもです。たまたま、先ほど YouTube にステファン先生が、えー、素敵なポエタ練習動画上がり、やっぱり素敵ですね。や、っとこれも見ながらね、ちょっと確認していきます。若おしめ、宇野昌磨選手にも、やはりフラメンコ、単語続きの舞、やっぱり仮面の男じゃなかった。うん、あ、画面の男 <laughs> 画面の男、ね、画面の男じゃなかった。仮面の男、なるほど。あのヤグディンステップを超えるくらいすごいのを期待します。 うん、なるほどですね。えー、オリンピックシーズンでもいいわよ。なんだか YouTube を見たら私も血が騒いでしまったわ。えー、情熱的で魅力的でセクシーでかっこかわいいし、動きはキレッキレだけど、滑らかに衣装が思う存分に赤であのロコやツーランよりかっこいいので見てみたいな。うん。願望がさらに倍増しましたよ。楽しみです。で、シュマ君もポエタでフレンズコラボ見たかったな。 うん。もう、なぜなぜ、あなたはフレンズにいないのいや、忙しいからですよ、きっと。うん。いや、もうね、多分、フレンズにも出たら多分、相当忙しくて、もう大変なことになっちゃいますね。うん。でも、なんか今、かなりやる気とかに、あの、あの、道溢れてますので、ね、うん。 あ、そしてワンワンも来ましたと。先ほど待ってました。キャほ、キャホー。癒しのワンちゃんもふもふさんたちが、ベビーベビーも可愛いえバランスボールにトレちゃんやエマちゃんいいわ。うん。おや、えー、シュマ君がお仕事に出かけるみたいだわ。どちらにワンピース関係のお仕事で、何社も回るみたいですよ。おお。なるほど。え、ちょっとこれも見,ない見たいですね。え、挨拶回りかしら。うん。白いシャツが似合うわ。パンツもスリムタイプかし,かしら。 黒っぽい、似合う。うん。いつもの章馬君ワンピースはルフィそのものや、やはり会場で見た,か見た方がカタカタが良かった。滑りもすごいから気にならないくらい、やっぱりスケートで見せるからおはりこさんも良かったとあり、プロが見たら間違いないですよね。 うん。え、ちらっと上がった動画を見たら、本編の見応えありで楽しみです。ライトやえ会場ではまた違って見えるのね。いよいよ名古屋公園、大海原に出港が来週にと迫ってきましたよ。非常に楽しみです。うん。私にも、え、旅行会社から正式に取れた方から、工程表が届きました。え、女子会もお初で楽しみです。そうだわ、先週楽だし、え、宿杯付きに、 お店もよろしくお願いしますえ。土曜日に行かれる方々にもお会いをしたかったから残念です。うん、また何かありましたらお会いをかけてくださいね。うん、かあの話を聞けば、ま、聞くほどますます魅力が増してきますね。うん、あ、そしてみさ皆様、ミハです。t v バーに今日放送だったサアエスの盛岡公演が。 たくさんのリクエストがあったからと見れるようになったとか。うん、マナ真夏のアイスショー、アイス。えー、森岡はかなり一番の開催場所で良かったみたいだから、楽しみです。早速今から見ます。えー、50分くらいかな。えー、アイスの名古屋は16分までだったのかな。えー、かさんは見たかしらいや、ちょっとこれ見てないですね。とにかく森岡公演も見てくださいね。期間限定だから早めに。えー、これっていつまでなんですかね うん、あのジュニアグランプリが今やってるんでちょっとあの時間を見つけて見ていきたいんですけども、うん、あそして名古屋のラジオにもショマくんが出たみたいですよということですねょちょっと今日は情報がすごいですねなんかねあマルニーさんからもフィリアうどんばんばん来ましたえー、バランスポールで トだは今、コロンの体幹トレーニングを、ショウマー君がやっているよ。うん。さすがに、一番上手いのは、エマですよ。ショウマー君との信頼感かしらね。トルは、怖がっていて、コロンはワンコトレーニングと一緒です。いやいやながらもやっている。え、ショウマー君の T シャツは、ベビーワンコ2匹がですね、え、プリントされているね。さあ、ショウマー君、着替えてお仕事お仕事。うん。ワンピースのお仕事で、会社周りだって。ワンピースの主役だから、自ら、え、万伝ならぬ、 えー、激電化激電化、うん。雇われ社長だけど、やっぱすべては諸幕が背負ってるんだよね。うん、うん、すごい責任感もどんどん出てきてますよね、うん。ちょっとこれも確認していきたいと思います。うん サンサンサさんさんさ、みなさ、うん、こんばんは。さあ、アイス森岡公園 T バディー見ました、今。かっこよかった。やっぱり見ました。うのしょうまくん、カムトゲザーは最高。音楽も歌も滑りも大好き。え、携帯からでさえ溢れるスケーティングの滑らかなロックステップが最高ですよ。また、惚れ直しました。もうやはり姉さんの乗りの良いプログラムを見て、大鳥大丈夫かなと思ったら、大丈夫ですよ。ちょっとお口直しに、しょうま姉さんを見てから、気持ちが現れて、そこから、おギターギターでわかりますね。 来た来た。カメラワークは今一つでしたが、多分私は大阪ショート側だったから、全体が見えたからかな。 うん。あの、翼を広げた最初のポーズは、えー、カメラ引いて全体を映してね、えー、バットマン三上なんだから、また体操床運動みたいな振り付けは、えー、カメラ近すぎてわかんない、あ、わからないじゃないのもっと下がって、とにかくうねるうねる。ひねる、えー、腕も肩も、えー、首も足もすごい。えー、バタフライ、なんともためや緩急や得独特さが男のるけよ。カ、え、ぶ、ー、さんも早く見ないとね、足をイーグル、両手を下に伸ばして膝を 横に曲げるカエルみたいな、えー、ポーズがやばい。うん。名古屋よりワ,ワイルド感が増していたわ。えー、とにかく良かったから3回カムトゥゲザーだけどだけリピートしたわ。うん。また後から見なくては。あのバットマン飛び、えー、四つに向かって舞い上がるみたいなもんでお気に入りですよ。うん。で、両手を首や顔につけて、えー、悩ましい。 首狂いも、えー、いいわ。うん、文化の叫びみたいな怒られれば。ちょっとこのプログラムはインパクトある癖になりますよ。レッツゴー TV。うん。え、これいつ頃までやってますかねちょっと。うん。う気になっちゃいますね。ザイス森永公園はジュリアや子供たちを見に来ていて、勉強になったインタビューもということらしいですよ。うん。 えー、マルニーンさんも言ったです。えー、フィギュア、アイスパーション様のお気に入りのマッシューキャロンは私も一番衣装を好きです。一番最初は、シャマ君のグレスピの衣装の時、この配色は日本人じゃないと思った。ヨーロッパ、アメリカと日本は元になる赤き青の三原色が違うから、えー、シャマ君のグレスピのボルドー色の 上下に青のバツのスバロフスキーは新鮮でした。G 戦場のアリアも良かったし、ボレドも全部いい。ランがまるでオートクチュールみたいっていうのがわかる。一役のお値段高いんだろうなと思うけど、品力高級感とプログラムとのシンクロも良くてファンですと。うん。はい、という感じで。うん。そしてよろしくお願いします。One Piece w i の本編映像が少し公開されまして、これね、 もこれありがとうございます。見ててたんですよ。もう見てたらすいません。いや、いいですね。かっこいいわ。うのくん、めっちゃかっこいいね。えー、無理丸帽子をビビちゃんに預けて、クロコダイルと、えー、最終決戦。ルフィとうのくんは、普段の様子は全然違うタイプだけど、えー、この決戦の瞬間にこそ二人の人物が同意化するんだよね。えー、このシーン、少し映ってるけど、これはルフィであり、うのうまであるね。かっこいいわ。うん。なんか、ここで異想論争あるの ルフィはあれしか着てないからこれ以上どうしようもないよ。だからこそ、えー、こそ、えー、難しかったと思う。直気一枚とハンズも、それに無理ら帽子、それだけで普通の、えー、ちょっとおバカっぽいルフィだから超越かっこいい戦うルフィまで演じ分けなければなんない。本当によくやったと思う。これ見てたんですけど、ちょっと最初これから見たかったですね、僕。うん。めっちゃかっこよかった。あの、あの暗くなってるシーンで戦ってるシーンあったんですが、えー、これちょっと最初に見たかったですね。 うん、えこれ最初に出しておっしゃったのできればね、あのそれくらいね、よかったですね。うん、ああ、でも方編映像だからあれか、秘密なのか。うん、なるほど。 ピッコロさんどうもです。アミちゃん優勝を見ると、最初のジャンプで心臓がギュッとなってしまい、頑張ってと緊張して見ていたら、みるみる立て直して、どんどん伸びやかな演技を見せてくれました。感動、そのまま画面の方で流していたら、表彰式まではつなぎなのか、五輪2010バンクーバーの女子シングルを流してくれてます。あ、なるほど。胸圧です。こちらも13年前なのに素晴らしい、うまい、格好へ今夜は贅沢な夜です。うん。もうちゃんは好きよ、眠れない。 かぶ、えー、君もいろいろ情報を教えてくれてありがとうございます。結構今回はね、手こずりましたけどね。でも、あの、眠い、あみちゃん、優勝。ね。うん。えー、ますみんさんどうもです。かぶくん、今夜はちょっとというか、だいぶムやっとしましたが、結果、逃げ切りました。あみちゃんは無理とう。あみちゃんのさっきの好成績も高、えー、評価につながっていますね。えー、全日本でトリプルアクセルを2回飛んでいるから、行きたいをしてしまったけど、体が絶好調でなかったのかもし、えー、れないですね。 うん。あとで、アミちゃんの優勝インタビューも見れると思ったら、から嬉しいな。え、ケムユさんはさっきの、え、世界中リー内で株価が痩せすぎと心配したのは、双子のユジェの方よね。一覧性だから似てますね。 うん。ユソンも痩せていてそっくり。ついに韓国もトリプルアクセルを成功させた選手が出ました。まだシンジャー・キム・チェヨンや、えー、イ・ヘイン・イエリム・エリム選手もできな,でなかったですね。韓国強いですね。多くは芯があって気が強いイメージ。キムに憧れて世代が転機になって、こちらも秘密兵器的な選手がたくさんいますね。でも本当よかった。アミちゃん優勝でもういい戦でいつものトリプルアクセルみたいですね。うん。アミちゃん今年はトリプルアクセルはね、 まだやってないですね。あの、うん。うまくいってない感じ。なので、まあ、次の戦い大会では見てみたいですよね。うん。あの、今回のね、えっと、ユソン選手も、あの、アギ,アギ,アギヒバリっていう曲を使ってて、これはキム・ウナが昔使ってましたね。うん。 はい。おはりこさんよろしくお願いします。アミちゃん勝っててよかったです。うん。ジャン,ディジャンプのランディングの、えー、流れは、あの、高木選手も綺麗でした。でも結果出た後は韓国ファンのチャットは荒れてましたよね。ハングル理解できなくてよかったわ。確かに。でも、とか、うん、怒りとか、うん、とか、鬼とか、なんで怒ってんのって、とか、怒ってんの、あ、怒ってんなってのはわかる。うん。結構怒ってましたよね。なんかね。うん。そう、チャット欄は少し荒れてた感じは確かにありましたよ。うん。 はい。という感じでございます。